朝ごはん決めてください。え？牛丼。牛丼で。もう昼？まだ10時半だからギリギリ朝行けるよ。昼ご飯は12時半に食べたらいいよ。こんにちは。中浦朝食食べました。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。私も朝ごはんはこれです。今日は10時20分に起きました。18分か。朝ごはんです。朝ごはんでも昼ごはんを買っていかないと。レッスンの行き死に、なんかコンビニで買っていってついて食べてレッスンしようかな。これ朝は食べないよ。まあ、それ置いといて。そう、栄養足りてない。でもそれは昨日とかの話。こんにちは、こんにちは。あ、じゃこ天絶対美味しい。じゃこ天美味しいよ。ヤスペさんギフトありがとうございます。そう、まあ栄養も足りてないんだけど、低血圧だから。低血圧の原因が夜更かしって書かれてあったから、ちょっと早寝早起きをしたいなって。早寝早起き、早起きはまあ置いといて、早寝をしたいなって、なんかちゃんとした生活をしたいなって思った。そっかと思って。朝ごはん、でもこの後レッスン行くからさ、その時食べる。こんにちは。早寝早起きしたいと思って、あの頃のようにあの頃のように。とゴム袋が取って。あ、牛丼屋さんはどこでもいいですよ。一番近いと。どの頃の話してますか。でも大学生の時も0時まで回ってまで起きてることそんななかった気する。0時まで起きてたら夜更かしだって思ってたから。 STU 入って初期の頃とかもそんな起きてなかったから。
そう、最近っていうかここ2年ぐらいで狂ったかな。ここに引っ越してきてからかな。初期の頃はちゃんと真面目に寝てた。1時とかには2時ぐらいまで練習して、やばい2時まで起きてるみたいな感じだったけど、今なんか平気で、まあ5時までに寝ればいいかみたいな感覚だから。ちょっと早寝早起きマジでしたい。早起きはまあいいけどせんくて早寝はしたよ。でもあの頃もショールームしてたはずなんだけどな、なんで早寝できてたんだろう。クーネルさんギフトありがとうございます。年末こそ無理？え、でも一回などっかで直さないと無理だから。寝つき悪いんですよ。でももうこれは習慣となってしまったから悪いんですけど、直したいなって。だって STU のメンバーさ、こんな夜更かししてる人数人しかいないじゃん。規則正しく、ね、寝てるメンバーは規則正しく寝てるから、まあ規則正しく寝たいっていう思いました。昨日なんか悲しくなった、自分がやってること。夜更かし、え、数人起きてる。そう、数人でも私が一番ひどい、多分私が2期で一番起きてると思う。毎日こんにちは、こんにちは。そう、理想は1時半までに寝たい。それでも十分遅いんだけど、まあ理想は11時半にはベッドに着きたい。そう、私ひどいです本当に。こんにちは。あ、寝起きめっちゃいいですよ。これ寝起き20分後ぐらい、寝起きはマジいいです。スンって起きて、スンって5分後には配信できるぐらい寝起きはめっちゃいいです。寝つきが悪いですね、永遠に寝れない。昨日も携帯放置してずっと目つぶって、もう1時間ぐらい目つぶったんじゃないかぐらいで、そう、理想は23時半にベッドに入って1、2時間後には寝る。こんにちは。え、もうなんか血圧に響くなんてそんな思ってなかったからさ。こんにちは。あ、怖くない？だって自分で夜更かしして自分の体悪くしてたら怖っと思って、なんか思った。真面目じゃない？ちょっとね、寿命が縮まる。こんにちは、こんにちは。確かに運動もしなきゃだね。ちょっと健康生活しよう。血圧を上げようっていうことにしようかな。いや、お風呂はだから23時半までに入るんですよ。1時に入ったりしない。22時半には終わって配信を早く寝よう。そうだね、23時半までにベッド入るには22時半には終わらなきゃ。低い方かって、低い方。私の弟は高いんですよね、血圧が。悩んでた。それ毎日歩くね、
ちょっと、まあ、遅くても9時半に配信始めたら終われるね。10時半に、まあ、遅くても11時に終わればいいから、10時に始めても11時に終わったら全然余裕なので、そんな配信時間を早める必要もない。私は高血圧、高血圧でも良くないんですよ、低いよりも。ことぶきさんギフトありがとうございます。オルテガさんギフトありがとうございます。ジム、ジム続かない気する。筋トレ、ケイさんギフトありがとうございます。オティマイさんありがとうございます。なんかしかも大勢とか苦手だからさ、大勢っていうか、なんか周りに人がいる中で自分のに集中してジムできない。こんにちは。自分のことに集中して何人か人がいる中でジムできないです。こちら、おはようございます。個人ジムはめちゃめちゃお高いので、さすがにこの枠何時まで？うん、マックス11時半です。11時半以内だったら何時まででも。トッキーさんギフトありがとうございます。しかも個人ジムつけて、なんか食事制限とかさせられたら、私は無理なんですよ。絶対あの食事制限とか、食事管理をしてくださるじゃないですか、そういうのって。けどそれされたくないっていうわがまま、絶対嫌だ。なんかこれ食べてください、プロテイン飲んでくださいみたいな、嫌です。なんか私には向いてないかも。こんにちは、こんにちは。食事管理はされたくないんです。そう、この後です。ところでなんで休んだの？あの PCR 検査の結果待ちです。パンチアウトさんギフトありがとうございます。熱と喉の痛かったので PCR 検査を26にして、27の結果が出るまではお仕事再開できなかったんですよ。こんにちは。東おりさんギフトありがとうございます。喉の調子はね、確かにだいぶ良くなった。うん、だいぶ良くなったです。都内だけコンビニみたいな感じでジムできる。ジム、へえ。ジムあるけどさ、なんか周りの目ね、集中できないよ。そんな何していいか分からんし。しかも続かんだろうな。かわいそうだから星投げとく。かわいそうですかね。そういう人物最初何していいか分かんないけど教えてくれるのかな。
まあでも、こんにちは、こんにちは。この間の声会えずに残念です。出なかったんですよ。こんにちは、こんにちは。ずっと出てない、ずっと出てないっていうか、でも出るチャンスはあったんですよ。先月とかも亡くなっただけで、そう出るチャンスはあったんですけど、流れて流れて、今日久しぶりに今からやるんですよ、花垂公園のレッスン。だから立ち位置表を書き直してなくしたから、昨日の夜久しぶりだ。怖っ。10月頭ぶりですね。ほぼ2ヶ月、3ヶ月。11、12、1、ほぼ3ヶ月。怖すぎ。そうだよ、10月頭以来です。でももっと空いてる子はもっと空いてる気するんだよね。シミサラとか。ゆなゆなとかだから、私よりも空いてる子がいるから、ふなっちさんギフトありがとうございます。神業チャレンジね、森田ひかるさん出るでしょ、楽しみ。予告で見た。かなみんさんギフトありがとうございます。そう、先月もあった。そうだよ、先月は私のせいじゃないからあったけど、そうなかったわけではない。ハッチンさんギフトありがとうございます。やばいよ、昨日部屋の掃除をしたんですよ、配信終わった後。だからね、もう配信終わった後にいろいろやりすぎて早年会って感じなんですけど、ゴミ3袋ぐらい今出てるんですよ、まとめてるやつ。綺麗になりつつあります。カーペットも捨てたし、昨日無事3袋もできたし、今日はでも掃除する時間あるかな。今日は下北 FM です。レインボースターありがとうございます。軍曹だ。配信でも早めに終わったんかいね、昨日10時ぐらいに終わったんやけ。その後そうカーペット出してゴミ3袋作ってお風呂入って、長めに立ち位置表を書き直して、もう結局夜ですよ。もうアンツもしたし、大変だ大変だ。ヤマちゃんギフトありがとうございます。壁？下北沢か、配信って便利だよね。配信があるからね、行かなくていいっていうか、行きたいけどさ、こうやって瀬戸内のアイドルでも簡単に下北に出れちゃうっていうね、配信があるから便利。ミキヤさんハートありがとうございます。
そう、レベル13まで上がってたら加点300ポイントもらえるので、ぜひ上げれそうな方がいたらアリのレベルを13まで上げていただけると。ケイキーさん、かわいいギフトありがとうございます。こんにちは、こんにちは。資源が足りない。そっか、足りないよね。私も足りない。うん、治療しなきゃ。そう、足りないよね。私も足りなくてできてないところあるんだよね。これ朝一は受け取るものがいっぱいありすぎて大変。わ、レアプレゼント30ある。インゲン豆？何インゲン豆って。これ一気に受け取りたいな。一個一個大変だ。はいはい、はい、はい。はい、受け取った。秀明さん、ギフトありがとうございます。インゲンって何？インゲンどうやって入れるの？建設のとこにないんだけど、どこ不思議な。そんなある？そんなある？ムーさん、ギフトありがとうございます。エンドウ豆か、インゲンじゃなくて。どこにあるそれ？ないよ。よし、あとは後でいいや。七並べログインボーナスもらえる？お、だから一押しガチャ始まったよね。引かなきゃ。一押しガチャ、こっちでログインしてたっけな。あ、してないわ。七並べは二ターンも連れできないんだった。ハイパーさん、だるまありがとうございます。並べ最近サボりがち。まあイベントもないからね。全然サボれるときに。あ、こっちでログインしてたわ。一押しガチャ引くか。調子から10回引いとこう。
2種類。そう、イベントないからガチらなくてもいいよ全然。イベントがあるときに、ないときはまったり。あ、覚醒した。はいはい。あ、ミキヤさんハートありがとうございます。はいはい。爪塗っとる。そう、爪塗ってるよ。すごいね、気づけるの。いいことじゃん。全部はこれしか出ない。多分他の3つコンプしてるのかな、わかんないけど。2個しか出ないよ。2個しか出ない。たくやさんギフトありがとうございます。てか早寝早起きしたいって言ったけど、31は夜更かしするかな。31は夜更かししなきゃいけないから、まああと2日ぐらいか、早寝できるとしても。髪が病み上がり、私のこれオイルとか何もつけて、最後1回。はい、終わりました。懐かしいね、髪短い。グリーンケロケロさんギフトありがとうございます。作業です、もうこれは。うっとこしょーい。体調はね、元気です。だいぶ髪の毛やめ上がりじゃなくて、何も塗ってないからこれパサパサなんですよ。オイルとか。そう、年越しは一応やろうと思ってるので、年越しは夜更かします。今日29だっけ。違う、あ、29だ。だから29と30しか早寝できないわ。で、30は、違う、30、29、30、31が夜更かしです。じゃあ髪の毛きれいにしていこっか。あれ、どこやったっけ、ヘアオイル。元旦公演出ますよ。出なかったら夜更かしできないから、配信。え、カラオケ配信はさ、ショールーム3周年はどうなの？近すぎる。31カラオケはきついかも。公演1日前だし、喉がやられる。去年と今年どっちが楽しかった？あー、でも今年かな。今年、なんか今年、それは明日。こんにちは。明日さ、3周年とか感じになるかな。これ3日前からこの背景になってくれてるけどさ、当日は、当日って分かるようになるんかな。なんか当日って分かるようになってくれた方がやりやすいんだけど。ソニさんギフトありがとうございます。
元気そう、元気です。3年目は自分でテロップつけて盛り上げるしかないのか。メガネくん、リュウト、ありがとうございます。はい、オイルを塗ったらサラサラになります。オイルの CM かな。こんにちは。カラスが鳴いてる。眠いね。なんか朝起きた時ってさ、眠すぎてさ、マジ起きたくないと思うよね。後悔する、起きたこと。眠くない、眠たい、起きたくない。もう朝配信入れたことを後悔するけど、しばらく経ったらそんなこと思わないけど、朝起きたらもう、ね、寝たすぎて寝たすぎて眠いってなる。いつも午前中の配信入れたら後悔する、起きた時。加湿してるしてる、しかも部屋干しもしてるから。昨日は。ちょっとメイクしようね。本当にもう眠いよね。本当に後悔する。昨日早く寝なかった自分を責めるもん。なんで早く寝なかったんだ、こんな眠くなるのにみたいな。なのに早く寝れない。夜更かししてるから朝しんどいんだと思うけど、難しいですね。ヤクルト1000買わなきゃ。ヤクルト1000。そう、遅寝したら遅寝した分だけ朝しんどいんですよ。自分ででもしんどくしてるから。そうする、昨日は長湯もして、そう長湯。人生あるある。なんか前髪割れた。みやじんさん、ギフトありがとうございます。一徹は問題なかった。わかる、私も結構一徹、今年初めて二徹しました。よし、目乾燥する。めっちゃムームーさん、ギフトありがとうございます。メイクメイク、眠すぎて。そう、生誕の日と次の妹早すぎて学力テスト5時集合とかでもう寝れなくて、朝ごはん行ったもんね、牛丼屋さんに。公演の後とかってなんかアドレナリン出て寝れないんですよね。でも公演の前もさ、寝なきゃとかやばいとか思いすぎて寝れないし、しかも初日だったし。
こんにちは。前髪割れた。この後の配信の予定は、そうですね、4時ごろ、違うわ、5時ごろかな。また予定入れます。リハ終わって本番までの1時間があるので。何時からやっけ。そう、大抵は組んでない、適当に空いてる時間に配信して、累計3時間ぐらいやってる。何時が空いたんやっけな。本番何時からやっけ。7時ってことは1時間も休憩40分ぐらいあるから6時ぐらいかな。5時か6時頃にやります。まあまた予約入れます。19時が本番だったら多分18時頃から40分ぐらいできると思う。そのあたりで下北の前に少しと後に少しやって終わりです。5時半ぐらいからできるんかな。何時からだっけ。で、終わった後は終わってすぐ移動して、まあ1時間ぐらいやって終わり。そう、下北今日ですよ。こんにちは。あと10分ぐらいしたら終わります。この枠こんにちは。生電話、電話中でも買えたはずだから間に合ったら買うねって。分かりました。8時頃なので生電話8時頃に間に合えばお待ちしております。コーンさん、ギフトありがとうございます。前髪を固める。
めに買っといた方がね、まあそれはそうだけど、でも配信中すごくコメントを見てくれてるから、今買ったんですけどってコメントしたら YouTube とかにすぐ拾ってくれるので多分対応できると。こんな話題振ってほしいみたいなプロデュース電話で、なんだろう、前髪は根元を固めるんです。根元を固めたら動かなくなるので、風に吹かれてもこの辺は固めなくても固める必要がない、根元を固めたら。なんか間空いてる。え、触れてほしい方とか、でも宣伝もないしな、特に。なんだろう、サラピに教えてもらってないですよ、自分流です。この辺を固めれば動かない。この辺固めたらカチカチになるので、この辺は固めずにそのままカチカチになっちゃう。参考にします。どうぞ。前髪飛んでいかないようにね、固めるの大事です。まーさんギフトありがとうございます。よし、なうね、そろそろ終わります。45分ぐらいかな、50分ぐらいしたってことか。結構したね、3時間中の。何のトレーナー、あ、これ羊のショーンです。羊のショーン、とっちゃんギフトありがとうございます。じゃあランキング読みます。13位ムーランさん、12位 MM さん、11位ことぶきさん、10位 DD51 さん、9位どんちゃん、8位おいでやすさん、7位マッサさん、6位理化学研究所さん、5位モンキー D パンチーさん、4位ミキヤさん、3位ヤスルパンさん、2位軍曹さん、1位ヤスベイさん、ありがとうございました。チョコパイ冷やしてたのにもう常温になっちゃった。冷蔵庫入れてたのに、私の朝ごはん。ってことで、次はだから6時ぐらい、5時半か6時ぐらいにやると思います。ってことで終わります。バイバーイ。そう、レッスン3時間。ワンニャンさんありがとうございます。また後でー。